えー、それでは一般発表、えー、A, A, A ルームの、えー、2コマ目の発表に移りたいと思います。えー、とあの繰り返しになりますけども、Zoom で参加されている方はマイクをミュートにお願いいたします。質問は、えー、スライドの方からお願いいたします。えー、それでは、えー、発表 A ルーム2つ目の発表は坂下克幸さんの オープンデータのエコシステムを目指してみたになりますそれでは坂の下さんお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは画面の共有の方を行わさせていただきますよいしえっ、ー、と出てますでしょうかはい見えてますはい。では始めさせていただきますオープンデータのエコシステムを目指してみたといったところで私坂の下の方から発表させていただきますよろしくお願いいたします まず自己紹介なんですけれども、私はその、えっ、ー、とですね、坂下と申しまして、主な所属コミュニティ、団体としては、オープンソムアップファウンデーションジャパン、あと諸国ロマンというところ、Code for 大阪、ハリマク草津というところで活動させていただいております。主な活動内容なんですが、オープンデータソン、 といったもののね、活動を行っていたり、協力させてもらったりもしています。あと、そして今日発表内容なんですけども、オープンソースやデータの活用したアプリ開発といったこともさせてもらっております。で、目指していることはですね、地元の情報っていうのは自分たちで発信する文化を作るということ、そして現場こそ最近のツールとデータが使えるようになるということを目指していきたいなと思っています。では、始めさせてもらうんですけども、まずあの、コロナ禍、 で起きてしまって、普段の活動っていうのは難しくなってしまいましたといったところからスタートします。あの、普段の活動としてですね、まあ、さっきさらっと投げたんですけども、オープンデータアソンっていう、まあ、みんなで一緒に地域を知って、それを地図と百科事典で情報発信するって活動を、ま、何年か行ってきましたが、まあ、コロナの結果 <laughs>、 もうろくに動けなくなってしまいまして、やっぱりみんなで一緒っていうのがなかなかできないのがありますので、動けなくなってしまいました。まあ、仕方ないんですけども、その結果、いつかオープンデータとのですね、再開ができる日を模索しつつ、自作でプログラミングっていうのを行っておりました。で、今日はそのプログラムの内容について、発表させていただこうという内容になります。で、もちろん、プログラムを作るときのデータソースは、オープンソイドマップを使うことになります。 オープンソー,ーマップっていうのはサクッと一言で言うと、創造的、生産的、革新的な利用を目指した地理空間情報を共有するための国際プロジェクトと考えてください。で、一つ目の作ったあのソフトウェアなんですが、街歩きマップメーカーと言われるもので、自由に編集、何でも使える地図を誰でも簡単に作れるといったことを目的としたウェブサイトになります。一旦ちょっとこれ画面をですね、あのもう一回共有をし直してみたいんですけれども、えー、っとですね。 よいしょ。これでまたブラウザの方に切り替わりましたでしょうか。はい、見えてます。はい、ありがとうございます。あの、まあ、ちょっとでかすぎもあるかな。これ大阪の地図なんですけども、この大阪の地図のですね、まあ、このあたりかな。えっ、ー、と、そうだな。このあたりにしようかな。まあ、こうやってあの地元にあるちっちゃい、そんなに、あの、 観光名所でもないような公園とか、こういったところを地元の方々と結構あの愛着ある場所だったりするんですよ。こういったところの地図をこうやって、あの、密に色を赤くしたりとか、こういう風にこう、うん、センスないからあれですが、もしくは表示を非表示消したりとか、いうことをカスタマイズをする。で、な、ま、お、あ、かつここでちょっとしたポイントっていうのをメニューから選ぶと、こういったベンチとかいろんなものが出てくるんで、ガッとやると、こんな形で出てきたりとか、 ウィキペディアのアイコンを出してきて QR コードを生成して表示させる。で、これを画像として落とす。なんてことかで簡単にできる。本当にあのパソコンとか詳しくない方でも簡単に作れるような地図を作る。そういったマップメーカーというものを作らせていただきました。で、また画面を共有し直すんですけれども。えー、っと、これか。はい、元に戻りましたでしょうか。 で、もう、この街役マップメーカーというものと、もう一つ、みんなでテイクアウトマップというものについて、ちょっと作成をさせてもらいました。で、こっちらがちょっと今日の主な話になるんですけども、まあ、みんなでですね、あの、テイクアウトマップ作っていこうっていうふうな活動になります。で、そのためのサイトにもなります。とですね、こちらについても簡単にちょっとお見せしたいと思っております。画面が切り替わったかな。よいしょ。 えーっとですね、これがみんなでテカーウトマップの画面になりまして、まあ、あの、こういう感じで、アイコンがありまして、クリックするとお店の情報が出てくるといったものがあって、これがあのスマホ版にもなるので、スマホで見るとこういうふうな画面になると。で、お店の情報アイコンをクリックすると、こういうふうな詳細な情報が出てくる。で、ここをクリックすると Google マップのリンク、あの検索結果が出てくるっていうふうな仕掛けがある。まあ、そうな ものになります。ではもう一回ちょっと共有し直すんですけれどもです、ね、はいまた画面戻りましたですかねはいえー、っとですねどちらも技術的には大したことがないソフトウェアですでただ専門家じゃなくてもやりたいことを実現する仕組みを作るといったことを目的としてあの開発をさせていただきました まず1つ目の街歩きマップメーカーというものの目指す先なんですがその町内のおじちゃんおばちゃんがですねワードエクセルを使う感覚で通学路とかですねお祭りの案内シーズンに使うそういったことがですねできればいいなと思って非常に簡単な。 やり方でできるような仕掛けを作ってます。でまた、地元の消防団の方が消火器とかそういったものをですね、マッピングして、それを他の団体に共有するということが、まあ今までやったら紙で印刷したりとかですね、情緒のハンコをもらったりとか、そんなことしなくてもできるような、いうことができたら、そのいろんな方が参加できるので、住民の参加意識を高めることができるんじゃないかなと思って、まあこういった仕掛けとして考えていきます。で、もちろん、街の面白いところを地図に書いての、将来に残していく、なんてこともできる。でつまり、オープンデータを介して、諸結合で柔軟に連携する、 社会っていうのができたらいいなと思って、まあそれをあの作ってみたっていうのがこのアプリになります。で、次の紹介させてもらったみんなテイクアウトマップの方の狙いなんですが、こちらはですね、あのコロナ禍で飲食で応援しようと、今年の春頃にですね、いろんなところが あの、テイクアウトマップを始めたっていうのは、多分皆さんの記憶にあるかと思います。まあもちろん今はもうどこもかしくも、あの、まあいろいろあって、あの、浮世合としては沈下している状態なんですけども、結果的にやっぱりいろんなところが、まあ4月5月に1回更新して、そのあ1回ぐらい更新したかもしれませんが、もう今更新されてないテイクアウトマップが山のようにあって、しかもそれがいろんなサービス化って行っているので、まあ、 本当にバラバラ、保存場所もバラバラし、データ形式もライセンスもバラバラになってしまうと。いうことで、せっかくコロナによる影響っていうのを、社会的な影響を調査しようとしても、データソースがバラバラでですね、本当にもったいないことが起きてるなと思っております。で、あの、それをなんとかしようということで、テイガードマップっていうのを作りました。先ほどのアプリを使うことで、あの、えっ、ー、とですね、自分たちのし 情報を、あの、テイクアウトマップを、情報を発信したい人っていうのは、あの、OSM のブラウザを使って、簡単に登録することができるようになりますので、登録してもらう。で、それからですね、あの、オープンマップ側としては、その登録されたデータがオープンデータで公開されるので、それを使って、まあ、調査研究にも利用可能になるということ。そして、実質が、情報が、上が、ね、と、整っていくことによって、テイクアウト情報だけの、 共有だけではなくて、防災がバレーフリーとかにもつなげていくことができると。テイクアウト店舗に関しても、地域情報の一つなので、オープンデータで残していくというのはすごく価値があることかなと思っています。そしてですね、あの、みんなテイクアウトマップの狙いとしても一つあるんですが、これはあの、簡単にサイトを構築することができます。GitHub で公開してますし、ページ図を使えばですね、こう1時間ぐらいで誰でも構築することができます。 で、そしてですね、なんでそれを独自で作るのかっていうところなんですけども、この地域にあったカスタマイズができるっていったところがですね、あの、すごい特徴なのかなと思ってます。あの、やっぱりその最低開くときに、日本全国から選ぶのもいいんですが、まあ、自分たちの地域の中心となる街が真ん中にあるとかですね、そういうふうな初期位置だったり、ズームレベル。これも都市部であれば、ズームかなりしとかなきゃいけないんですけども、逆にあの、山間部とかであれば、車での移動が基本になるので、かなりあの低いズームレベルでも構わない。 というふうなところのやっぱ地域事情があるので、そういったものはカスタマイできるのが必要があるかなと思ってますし、メニュー程度に関しては、例えばツイッターへのリンクとかですね、ハッシュタグとか、そういったものを設定ファイルでできるって形になるので、プログラミングしなくても作れる。 結果、地域の愛着を表現したサイトを作ることができるようになりました。でそれを行って、この右の地図にあるように、あの日本、まあ、ちょっと西,西日本が多いんですけども、各地でテイクアウトマップの,このアプリが提供されているといったことになります。でその地域ニーズを組み合わせた各地盤っていうのを提供することによって、まあ、マッピングをする方を増やす、そういった仕掛けとしてですね、させてもらっています。 で、結果、どうなったのかってことなんですけども、テイクアウトを始めた店舗数、これオープンソローマップのデータを抽出して出しました。で、あの、まあ、6月の中旬までのデータなんですけども、テイクアウトマップが出る前後で、こういうふうな動きになってます。もちろんこれがみんなテイクアウトマップの結果かどうかって別の話なんですけども、まあ、OSM のデータとして、あの、今回のコロナ禍においてですね、あの、テイクアウトの情報を付与した店っていうのが、まあ、これだけ各地で増えていると。 いったところが挙げられます。もちろん全てではないですし、地域によって全然違ってくると思うので、あ,のあくまで一部のデータでしかない。ただ、一部の地域だけでもかあの書かれていると、傾向を取ることができるので、それなりに価値はあるのかなって思います。で、まあ、オープンデータのエコシステムを目指してみたいといったタイトルなんですけども、あのやってみた感触としてですね、オープンデータの市民活動っていうものは、あの自分たちでマッピングして活用するといったところの、まあ、サイクルをですね、実現するために結構使えるライセンスなんじゃないかなと思います。あの 複雑な、ややこしいところがない、オープンで、いろんな方が参加しやすくなるといったところで、まあ,あ、迫されなくてですね、どっかの利益誘導とかそういったところにもないということで動きやすいのがあるかと思います。そして、やりたいことをですね、実現するための仕組みとしてですね、あの、今回やってきた感触なんですけども、フリーオープンソースの考えと市民活動っていうのは直接つながりにくいと思います。 あの、市民がやりたいことっていうのをそのまま実現させようとするときに、フリーなものがそのまま使えるかはなかなか難しかったりするんですね。IT リテラシーの件もそうですし、なので、あの、そこに対して市民がやりたいことっていうものを聞き出して、それをなんとか提供しようということを、あの、まあ、普通の会社であればビジネスとして行ったりするわけですけども、まあ、それをオープンな手段で提供して、それを、あの、地域活動と組み合わせるといったことを行えば、役に立てる可能性があるんじゃないかなというところを、あの、まあ、実感したというのが今回。 の目指してみた結果、と思っております。あの、はい、各地であの取り組み始まってもらってっていうのもありますんで、でですね、なので、あの、もちろん、あの、すべての地域でうまくいくかっていうわけではないと思うんですけれども、そういった、あの、仕掛けと仕組みを用意して、それをオープンな仕組みで回すことが、まあ、できる可能性があると思いますので、今後、市民活動でもですね、フォスフォジが使えるような、まあ、ビヨンドボーダーズな、 社会になってくれたらいいなと思いながらですね、ちょっとあの私の発表の方を一旦終了とさせていただこうかなと思います。はい、少し駆け足ではやあの話したので <laughs> あの、若干早かったかもしれませんけれども、あのはい、まあ、こんな感じでさせてもらいます。以上です。ありがとうございました。はい、はい、坂下さん、どうもありがとうございました。非常にあの興味深かったです。えっとですね、 あのー、みんなでテイクアウトマップの方、後半説明いただいたんですけど、私どちらかというと、街歩きマップメーカーの方がちょっと引っかかっておりまして、はい、あれあの、すごくいい仕組みだなと思ったのは、ワードやエクセルのように使いたい地図という、使いたい地図ソフトっていうような、こここのとですねはい、はいはい、で私も、まあ、あのいろいろなところで GIS を教えたりということはあるんですけども、も、はいまあ、どん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 あのやっぱり。 普通の人には非常にとっつきにくいものという、うん、あの反応が難しくてわからないっていう印象が、はい、あの反応がすごく多いんですけども今そのワードやアクセルなどを使う感覚でというところで、はい、えとなんか工夫されてる点とかってあったらちょっとさ,さっき駆け足で見せていただいたんでわかんなかったんでちょっと見せていただければ教えていただければなというふうに思います。 そうですね、あのー、一旦画面の共有をちょっと停止させてもらって、もう一回やり直してみましょうか。えー、っとですね、そんな大した工夫ではないんですけれども、マップの移動に関しては、普通の Google マップとかと同じような形でいけるのと、このボタンを押すだけで一旦出来上がる。 ってていう形でしてますねかこのボタンさえ押して、画像をピングで落とすと、あの画像ファイルがダウンロードされるので、<ー>これかいらもう出てきますと。で、ちょっと画面を共有し直すと、まあ、こんな感じですね。はい。はいこれで100%なんで、結構高解錠度で落ちるんですよ。はい、ピングと SV 自分で色設定したピングと SVG がすぐ手に入るっていう。はい、はい、そのまま落ちるとあい,い,、ね、いう仕掛けになります。はい でおいしょでなおかつあのポイントの情報が出せるようにしているので、はい、あのちょっとしたポイントとかちょっとこれは雑多なもんなんですけども例えばアート作品こういうものを1個ずつこう選んだりとか、はい、サイズを大きくしたりとか、まあ、全部選択してるとこういうふうな形で。<ー>いうふうなのを本当に回すだけでできますし背景色もこうやって。はい 変更とかちょっと変だなまあまあいろいろとできるようにしたりとかあの太さとかも変えれるようにしてあるのでこんな感じであのやりたいことに合わせて例えば消したりとかこうできるのでまああのクリックだけで簡単にできるかなっていうふうなところでちょっとさせてもらいました、はいはい、使いやすいかどうかはちょっと主観なんですが <laughs> すいませんいやいいですねこれあの、はい、子供とかがよく地域学習とかで あの古いよくわからない地図をコピーしたのを持って帰ってきて、いろいろ書き込みさせられるような宿題とか出てくるんですけど、ぜひこういうデジタルでやらせたらいいと思いますそれを,、はいそれをですね、私が思っているのは、子どもたちも多分頭いいので、単に勉強でやらされているというよりも、本当に自分がやったことっていうのは地域の役に立つということさえ実感すれば、すごい本気でやると思うんですよ。そ,すね、それをこの地域でできたら、すごい面白くなるなって思ってます。どうううもあありりががととごござざいいまますした えとスライドゥの方にも質問が来てまして、はいえっと、コメントでポケモン GO とかドラクエの街歩きマップが作れそうというコメントが入ってますそうですね、<と>ポケモン GO の地図、OSM なんでね、元タはそうですね、<laughs> はい、<laughs> あと普段の活動、どれぐらいやってらっしゃるのでしょうかという質問が最後、これ、最後にしたいと思うんですけども、多分コロナ禍での中ってことだと思うんですけども、えー。マッピングというふうな意味において、私よりも上の方がすごいいっぱいいます。 はい、私はどちらかというとマッピングもちろんさせてもらってるんですけども、あのマッピングする方を増やすっていう風なところをあの中心でさせてもらってますね。はいはい。はいました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、あの参上者のどうもありがとうございました。